ほしいと送り出しています。一本の縦パス、うん、ここもシューター、スーパーゴールが突き刺さる。愛媛 FC 同点。キャプテンマークを巻いている前野、この場面で同点ゴールを突き刺しました。大野さん、このゴールはすごいですね。シュートはこの後ね、これ中島選手がね、少し不用意だったですね。これは素晴らしいですね。でもこれはすごいですね。何かここまでの流れを一気に変えるような、前野貴則の今シーズン初ゴールが決まっています。これはゴールキーパー届きません。